29日月曜日の洗濯天気予報をお伝えします。では天気の流れを見ていきましょう。低気圧や前線は次第へ東に離れるため広く天気は回復し日差しが届きそうです。道東や東北の太平洋側は朝まで、関東も早朝まで雨が残りますが、こちらも晴れ間が広がり日中は日差しが期待できそうです。北海道は低気圧の影響で各地でにわか雨の可能性があるので空の変化にお気をつけください。では各地の洗濯情報を見ていきましょう。札幌は OK となっていますが、夕方以降にわか雨の可能性がありますので空の変化に気をつけながら行ってください。仙台は朝まで雨が降りざっと強まったり雷を伴う可能性があります。日中からは洗濯物外干し乾かすことができそうです。那覇もにわか雨の可能性がありますので外干しの干しっぱなしは少し心配です。その他の地域では OK となっていますが、西日本を中心に黄砂が飛来する可能性がありますので部屋干しが安心です。以上全国のお洗濯情報をお伝えしました。